ジェシージョイは兄のジェシーと妹のジョイ兄弟によって2005年メキシコシティで結成されたメキシカンポップロックデュオ2006年にデビューアルバムであるエスタ・エス・ミ・ピーダをワーナー・ミュージック・メキシコよりリリースしておりその中の一曲デビューシングルであるエスパシオ・シドラルはメキシコ音楽映像事業者協会によりゴールドディスク認定が行われまたアルバムは メキシカンアルバムチャートの売り上げトップ20に入ったことで同じくアンプリファンによりプラチナアルバム認定が行われている。翌2007年にはラテングラミー賞のベストニューアーティスト部門で優勝を果たしている。2008年にはミニアルバムとなる S エ S ロケソイ、その翌年にはスタジオアルバム第2弾となるエレクトリシダットをリリースし、このアルバムは メキシカンアルバムチャートにおいて最高位21位の売り上げを記録し、アンプリファンによりゴールドディスク認定が行われている。このアルバムの中の一曲、アディオスとチョコレートはビルボードホットラテンソングチャートにおいて最高位第3位を記録している。2011年にはサードスタジオアルバムとなる、今季遠世けらえルペロをリリースし、 このアルバムは3度のプラチナアルバム認定がアンプリファンにより行われている。2012年度ラテングラミーアワードにノミネートされており、ベストコンテンポラリーポップアルバム部門で、アルバム、今季遠世ケダイルペーロ、レコードオブザイヤー、ソングオブザイヤーとして、楽曲、これの3部門において受賞しており、楽曲、メボイのミュージックビデオは、ベストショートフォームミュージックビデオ部門で、 カルロス・ロペス・エストラアダ監督が受賞している。2012年12月5日には、グラミー賞、ベストラ・テンポ、プアルバム部門に、アルバム、コンキエンセケダエル・ペロがノミネートされている。メキシコ人の父とアメリカ人の母の間に3人兄弟の2番目の子供として、メキシコシティで1982年12月31日、兄ジェシーは生まれる。 幼少期はバスケットボールに夢中であり、将来はプロバスケットボールプレイヤーを目指していたが、両親は大の音楽好きであったため、クラシックと60から70年代のフォークロックが日常的に流れる過程であったのが影響し、音楽へと目覚める。2001年、ジェシー18歳、妹ジョイ15歳の時に、父親と一緒に作詞作曲活動を始めている。 またジェシーは音楽を勉強したことはなかったが、自身でひらめいた歌を録音することが好きであったために、自宅リビングルームで妹女優を交えて、作詞作曲活動に熱中する様になっていった。その後2005年4月18日に、ワーナーミュージックメキシコと契約を交わし、12月3日にメキシコシティ行われた児童をサポートするイベントにおいて、公開デビューを果たしている。 なおこのイベントは、メキシコ人とアルゼンチン人で構成された、デュオ・シン・バンデラがスポンサーを務めている。2006年には、アメリカ・サンディエゴへ渡米し、ルイス・ミゲルを担当したプロデューサーの下で、ファーストアルバムの制作を行っている。また、ファーストアルバムの中の一曲であり、ファーストシングルとなった、エスパシオ・シドラルは、メキシコ国内の、 全ラジオ局で最も人気のある曲として2ヶ月もの間にわたり繰り返し放送されており、その後ゴールドディスクに認定されている。続くセカンドシングルとなるヤーノーケエロサードシングルボールベモも軒並み人気となった。これら楽曲が含まれた2006年8月22日にリリースされたファーストアルバムエスタエスミュビーダは 売上トップ10県内に5週連続ランクインとなった。年度末順位シングル認定。ありがとうございます。